無事帰還と。武蔵さんはこの後ドクターと話されるのですよね。そうじゃな。行方不明者について協力をしてもらうため、妖精と事情説明に行かせてもらうつもりじゃ。ですよね。ドクターはあちらのブリーフィングルームで待ってるとのことです。私たちは少し休憩してから報告に行こうと思います。うめ、それがいいじゃろ。この研究所はよう知っとるから、わしに案内は不要じゃ。ゆっくり報告内容を整理するがよい。はい。通りがかりのついでじゃ。礼などよいよい。お？どうした？めまいか何かか？まさか！遅い。今から言ってももうもらえない。あのゲームの限定の配布グッズ。怒ってない。でも行けばよかったのにとか思った。当たり。兄さんの考えてることくらいお見通し。兄さん告知見てないよね。もらえるのは一人一種類だけ。一緒に行きたかった。私だけもらってもつまらない。もういいよ。でも今からゲームの対戦付き合って。負けた方がナポレオンパイをおごる。念のために医務室に運ぶか。混沌こそしとらんようじゃが、座り込んで動けんようじゃ。何、任せておけ。アバター一人ぐらい軽く担いで。お？気がついたか。戻るなり急に座り込むから驚いたぞ。お主どこぞ具合でも悪いのか。大丈夫か。ねえ、もしかしてまた。やっぱりそうだったのね。わかったわ。とりあえず立てそう。ねえ、お主はこやつの体調についてなんぞ心当たりでもあるのか。あ、はい。多分もう大丈夫です。あとは私が見てます。武蔵さんはどうぞドクターのところへ行ってください。良いのじゃな。はい。ここは私たちの家も同然なので、何があってもどうにかしてみせます。わかった。実はこの後も予定が控えておっての。こやつのことは心配ではあるが、そうさせてもらおうかの。では無理はするなよ。あ、ありがとうございました。ねえ、また何か思い出せたの？やっぱりそうだったのね。よかったわ。この調子で取り戻せたらいいわね。生活に支障がないとしても、思い出があるのとないのではやっぱり生きてる実感が違うもの。あ、そうだわ。記憶が戻ったのにクロノグラフはどう？今回は何か
変化が起こったわけではなさそうね。ドクターの予想通り、あの謎の情報体がクロノグラフに影響を与えるのかしら。まだまだ未確定のことばかりだから安心はできないけど、ないにせよ前回みたいなことが起こらなかったのは幸いね。武蔵さんがクロノグラフをどうこうするとは思わないけど、知られないで済むならその方がいいでしょ。クロノグラフの情報が漏れて悪用しようとする奴らの耳に入ったら、マスターのあんただって危ないもの。さて、体調はどう？動けるなら移動しましょうか。もしかしたら武蔵さんから伝わってるかもしれないけど、いろいろとドクターに報告しなければいけないわ。新選組とか記憶情報を持っていかれたこととかね。姉さん、お帰りなさい。大変でしたね。武蔵君からいろいろ聞きましたが、何から確認していきましょうかね。じゃあ、さっき思い出したっていう記憶の話をしてもらっていいかしら。ああ、そうですね。お願いします。今回はどのような記憶でしたか？なるほど。クロノグラフに変化は？なかったわ。そうですか。やはり具体的に関係するのは謎のデータで間違いなさそうですね。新選組にデータを持っていかれたのは痛かったわ。ファストトラベルとは別の変なツールを使って逃げられちゃったのよね。そういえば、新選組を名乗る一団が女王の私兵のようなことをしているという噂を聞いたことがあるが、フォークロアなら何かしら本人の能力が具現した可能性がある。まあ、女王のために動いているというのであれば、俺たちの知らない機能が許可されている可能性もあるがな。まあ、データを持ち去られたのは確かに痛手ですが、あの武蔵君ですら互角の相手では今回は仕方ないですよ。それよりもクロノグラフ本体は奪われていないのだし、君たちの無事をひとまず喜びましょう。何かあってはチサさんに対して申し訳ないどころでは済まないですから。それはその通りですが、今後のためにきちんと確認はしておきたいです。あなた方が遭遇したのは土方歳三と武田観柳斎とおっしゃる方々だったのですね。新選組の副長と五番隊の組長だな。もし本当なら確かに強いはずだ。珍しい組み合わせではあるが、その五番隊の組長の観柳斎ってやつ、そいつボーンを大量に操ってた。操るですか？ボーンを操るなど、そんなことが可能なのですか？そうですね。操れるかどうかについては分かりませんが、仮に操れるとしてですよ。ポーンはある種のキメラ的なプログラムであるものの、その核となるプログラムにはだいたい女王の印がついていることが多いのです。そのようなプログラムが女王から権限を与えられたもの以外に操られることはないと思うんですよね。印がないポーンもいますが、女王が未確認のバグが廃棄領域に捨てられていること自体がそもそも稀ですもの。そうよね。そうなると新選組はやっぱり女王の配下ってことになるのかしら。それは分かりません。ですが、もし持ち去られた記憶データが女王に渡ったのであればまずいかもしれませんね。そうだな。しかもポーンを大量に兵隊として使ってきたのだ。かなり厄介な奴らであることは間違いないな。それなんですがね、以前興味本位でポーンを途中まで作ってみたんですがね、あれ結構手間がかかるんですよ。はぁ？作ったって？何やってんのよ父さん。だって解析したら再構築して検証したいのは科学者の本能ですもん。ですもん、じゃないわよ。危ないでしょ。まあまあ姉さん、
ドクターも危ないと思ったから途中までにされたんですよね。もちろん。って実は途中で面倒くさくなってしまったんですけどね。途中だからいいとかそういう問題じゃないの。普通に考えたらダメでしょ。だいたいアンドロメダはドクターを甘やかしすぎなのよ。娘がパパに塩対応だからちょうどいい。なんですって。視線がブリザード。そうね、ごめん。ポーンを制作するには手間がかかるという話だけど、ポーンを操ることとどう話がつながるの？話に聞く限りかなり大量にいたみたいですし、合理的な AI である女王がするには随分非効率的だと思ったのですよ。なるほど。だがもしその手間をあえてやっていたのであれば、女王はますますきな臭いな。ああ、故意に戦闘力のあるポーンを量産し、新選組に兵として与えていた。つまり実力行使を始めたということですね。ええ、油断はできません。当分の間、君とネウは先日のような派手な行動を慎むように。分かったわ。バックドアの方はどうしましょう。本来ならこれから行く予定でしたが。今回の件もあるから仕込みをいつまでも放置はできない。延期だとまた数日待ってもらうことになる。それはそれで困りましたね。あんたがそれでいいなら私に異論はないわ。行きましょう。そうですか。無理はいけませんが、状況が状況なので今の言葉を信じてお願いしましょうかね。ではみんな、くれぐれも気をつけてよろしくお願いしますよ。ここだ、着いたぞ。ずいぶん遠くまで来たわね。私こんなところ初めて来たわ。ここは少し特殊な場所なんです。素材を集めやすい反面、強いポーンが発生しやすいエリアでもあるんです。いろんな組織が出入りはするものの、危険度が高くてどの組織も直接ここを縄張りにすることを避けているのです。そういう場所なので、フォークロアと同行することが少ないネウさんがここまで来ることはなかったのではないかと。フォークロアだけに危ないことをさせるのは原則反対なの。私がいるとみんな私を守ろうとするでしょ。知ってます。でも守ろうとするのは仕方ないですよ。それから先ほどお伝えした通り、ここは多くの組織が出入りするエリアなので、ここで実験をしてもどの組織がやったかという特定は難しいのです。念のためこのメンバー以外には見えないようエリアステルスもかけますので、心配せず思いっきりやってくださいね。念のためにもう一度今回の目的と手順を確認してもらってもいいかしら。はい。今回の目的は3つあります。1つはクロノグラフがバックドアを本当に任意で作れるかどうかの検証と状況の観測です。これはマストの要件ね。2つ目が前回あなたたちが遭遇したという謎の女性。ドクターが仮にインターセプターと呼んでいた方の情報を1つでも多く入手することです。前回は女王側の干渉で記録はほぼ役に立たなかったけど、今回は対策してくれたのよね。はい。いくつかのパターンを想定していますが、未知の方法の可能性も考慮して逐次桃地が対応します。あとインターセプターに遭遇した場合、システム領域へ無理に侵入せず戦闘は回避する方向でお願いします。了解。この時点で3つ目の目的は放棄ということね。それじゃあ3つ目は
バックドア周辺のシステム領域内探索かしら。はい、そのような感じでお願いしますね。おい、そろそろやるぞ。わかりました。あなたとお姉さんは桃地の近くに。了解、行くわよ。俺を中心にアンドロメダがストレスを展開する。完了するまではじっとしていて、動くとノイズが入って効果がなくなるからな。わかったわ。アンドロメダ、西側から順に始めてくれ。例外調整はこちらで都度対応する。了解いたしました。見てなさい、アンドロメダとモモチのツールの展開はすごく幻想的なの。プログラマーたちが言う美しいコードっていうのがどういうものか正直私には分からなかったけど、アンドロメダとモモチを見て納得させられたわ。ね、綺麗でしょ。アンドロメダが言うには、機能的で洗練されたプログラムでなければこんな風には動けないのですって。コードアーティスト、他の組織が呼んでいるモモチの2つなの。芸術家なんて言われるだけあってさすがよね。これだけ見てればいろんな組織から引き抜きが来るのも頷けるわ。よし、もう動いていいぞ。ここから半径20メートル以内はステルス状態だ。ほんと愛想はないのにね。コミュニケーションを補ってくれるアンドロメダがいなければただの技術オタクね。口で言わないだけでちゃんと感謝の気持ちはいただいているのですよ。ほら、目は口ほどに物を言うと申しますでしょ。あの仏頂面じゃ分かんないわよ。こいつなら分かるけど。確かにあなたは分かりやすい。というか、思っていることが全部お顔に出ておられますね。ええ、そうね。私、あんたにだったら絶対騙されない自信あるわよ。今だってそんなに分かりやすいかなとか思ったんじゃないの。どうやら正解だったようですね。おいお前ら、無駄口叩いてる時間があるの。とっととそいつにバックドアを開けさせる。あ、ごめんなさい。ドクターから構造的にあんたの任意でバックドアを作れるとは聞いているけど、そういえば実際に開けるのは初めてよね。大丈夫？いけそう？前回のお前たちの報告通りであれば、今回も開けた瞬間にナイトが飛んでくるだろう。倒したら迷わず中に飛び込め。女王による壁の修復が始まるのは、壁の損傷が確認されてから平均10分程度だが、それより早いこともあるから気をつけろ。頼むわね。クロノグラフ第一特殊機能実行を開始します。すごいわ、本当に任意で開けたのね。本当に開いて。油断するな、来たぞ。姉さん、壁の修復が始まっています。時間がありません。とにかく扉へ突っ込め。来ました。アンダーグラウンドへは何度か行ったことはございますが。ここがシステム領域なのね。人の手が入っていない完全な女王の領域。再構築か作り直しなのかは分かりませんが、あちこちによく知った建物が見受けられます。
ここはおそらく次のバージョンのアリスなのでしょうね。あの広いアリスが断片的とはいえもう一つ存在しているなんて圧巻だわ。試作品なしに完成品は存在しないものだ。それよりもクロノグラフを見せてみろ。なるほど、ドクターの説明通りマスター権限保持者の開けるという意思を信号として受け取って実行するらしい。開けたバックドアを自分の意思で閉じることはできるか。無効なコマンドです。なるほど、閉じる方は女王の自動修復システム任せのようだな。システム領域内から廃棄領域へ出るときにはその点考慮しておかないといけませんね。不確定要素の敵からの逃走時には特に。ああそうだな。バックドアに関するデータ収集は今日はここまでですか。ファストトラベルはそもそもシステム領域では起動しないようですね。まあ当然だろうな。逃げるときは走るか、こいつがクロノグラフでバックドアを開けるまで戦うしかない。仕方ありませんね。他に取っておきたいデータもありますし、そろそろ移動しましょうか。それなら急ぎましょう。いい加減別のナイトやインターセプターが現れそうだわ。そうですね。変だな。どうかしたの？すまない、少しこの辺りのデータを取っておきたい。わかりました。何か手伝うことはありますか？いや必要ない。ちょっとあんた顔色真っ青なんだけど大丈夫？体調悪いのにまた黙ってたの？全然平気に見えないのよ。いいからここに座ってなさい。アンドロメダ、これ以上は危険よ。探索は中止して戻りましょう。あのね、ミナトさんを助けるために前に進みたくて焦る気持ちはわかるわよ。新選組の件があったから余計よね。でも妹を助けるために頑張りすぎてあんたまで倒れてしまったらそれこそおしまいなのよ。お前、ミナトという子は妹なのか？少し前に町に出てきた魂食いに取り込まれたの。そうか、あの時の。ドクターはおそらくアバターロストになっているんじゃないかって。ちょっと！そこをどけ、ねえ。おいお前、今から俺の質問に答えろ。その異常はこの辺りに来てからだな。ならもう少しだけ我慢しろ、妹のためだ。できるだろ。なんなのあいつ、こんな状況なのに一人でどこ行くつもりなのよ。おそらくですが、桃地はこの辺りにこの方の不調に関係する何かがあるのだと考えているのでしょう。実はもう少し先にいた付近でセンサーに異質な反応が出ていましたから確認しに行ったのではないかと。それならそうと言われなきゃわからないわよ。いいわ、あんたの代わりに私も見てきてあげる。そこで待ってなさい。そんな状態で無理はやめてください。危ない！この異様なポーンは、アンドロメダ！無事か？ええ、
私は問題ありません。あなたは？間に合ってよかったわ。今は即席のバインド弾で拘束できているが、いつまで持つかわからん。今のうちにここから離脱するぞ。あのポーンは人を食った個体、魂食いだ。魂食いですって？まさか港さんを取り込んだやつな、うん、ちょっと何あれ、あいつの体にくっついてるあれってもしかして。そうか、こいつの不調はあのデータに反応していたんだな。やはり即席は即席か。高速が外れた。あなたの体調を考えたら、その決断は全力で止めたいところだけど。そうよね、あいつが魂食いで、しかもあんなものがくっついている限り、あんたはそう言うと思ったわよ。それならやるしかないわね。倒すわよ。あんたも気づいたのね。こいつは港さんを取り込んだ魂食いと違う個体だわ。アバターロストの被害者の数から1体2体ではないと予想はしていたけれど、魂食いって一体どれくらいいるのかしらね。姉さん、魂食いの拘束外れそうです。攻撃に備えてください。了解、アンドロメダ。あと一息、あいつが動き出す前にとどめよう。殺してはダメ。ギリシャのか。だがなぜフォークロアが魂食いをかばう。理由は分かりませんが、あの方はアスクレピオス様です。私たちはここで引きます。あなた方もここで引いてくれませんか。襲ってきたのは魂食いの方よ。それに私たちには引けない理由があるの。それでもお願いします。どうか引いてください。やめて、言ってはダメ。攻撃きます。アスクレピオスごと範囲攻撃で確実に仕留める。させません。何？なぜ？危ない。アンドロメダ、レインを連れて下がれ。魂食いを回復だと。痛みが引いたのなら私の声が聞こえますね。このままではあなたの命が危ないの。
ここは逃げてください。しまった。怪我をさせてごめんなさい。逃げられたか。記憶情報を取り戻せなかったのは残念ですが、フォークロワが魂食いをかばうなどという想定外のことがあったのです。しかもここはよく知った廃棄領域ではなく未知のシステム領域です。仕方がありません。大丈夫ですよ。魂食いに肉体情報を奪われたようですが、復旧できないほどではありません。今は怪我をしたという認識が脳の方にダメージを与えているので、ショックを起こさないよう応急処置で眠らせています。直前まで意識はしっかりしていましたから、研究所に戻る頃には目が覚めるでしょう。わかった。探索はここまでだ。急いで研究所へ戻ろう。ええ、あなたもそれでいいですね。ネウ、大丈夫ですか？ネウ、ネウ。ドクター、安心してください。損傷は軽くはないですが大丈夫です。今は眠っているだけで、間もなく目も覚めるかと。でも足のデータがかなり損傷している。意識を切り離す訓練ができていなければ脳が痛みを錯覚したままだ。この状態は相当痛いはずなんです。目が覚めたんですね。本当に心配したんですよ。痛くないし、研究所に戻ったからもう平気なんでしょ。あんたのせいじゃないから。私がどじっただけ。わかったから静かにしていなさい。別に誰かを責めたりしませんよ。君たちも負傷しているのであれば早く医務室へ行きなさい。ネウはログアウトさせて私が見ます。承知しました。報告は後日でよろしいでしょうか？ええ、今日はゆっくり休んでください。私も治療に向かいます。わかりました。では私がドクター不在の間の研究所の対応を引き継ぎます。ええ、よろしく頼みます。ソガさんとネンさんがログアウトしました。おい、お前。お前は甘い、そして弱い。その甘さと弱さはいつか本当に人を殺すぞ。自覚しろ。危ない。